今日の日を楽しみにしていましたから本当に残念ですね。もうこれはもうロケットと一体となって街づくりをしていくっていうのはこれも決めましたから、必ずスペースワンをバックアップしながら街も一日も早く初号機が打ち上がるように協力をしていきたいなと、そんなに思っています。打ち上げ失敗、発射点火後に、爆発して機体がバラバラになった。すごい残念ですね。また次回も見に行きたいと思うので頑張ってほしいなって思います。いやね、もうショックですね本当にね。次はもうすんなりね、一発目で宇宙までね飛んでいってくれることをね期待してます。